ました。どうも FKFC です。よっ、yeah. よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速いきます。今日はですね、はい、J リーグのクラブ紹介、はい、レッズとガンバやったところでちょっとね止まってましたけども、はい、続きをいこうということで、今回は、マサップルの愛するクラブ、はい、アルビレックス新潟を紹介していこうと思います。よろしくお願いします。いやもう俺今日は俺もずっとこうやって聞いてようかなって。あ、もうそれでいいんですよ。それでいいかな、はい、で今日から実は僕はユニフォームが2021シーズンモデルになりました。あら、最新バージョン。はい、背中はマサプルです。これ父の日で、かみさんと娘がくれました。もうすごいいいな、そういうの。行ったね、おい、行ってみたいっすね、そんな話。あ、そう。でですね、アルビレックス新潟なんですけど、はい、まあ皆さんというかフィンさんとレイジさん、なんかアルビで印象に残ってる選手とかいます？アルビで印象に残ってる選手、なんかこうアルビといえばみたいな、こうパッと言われて思い浮かぶ選手みたいな。なんか俺やっぱり川又か、あとはね、田中アトムが好きだったのよ。あ、田中、うん、とかかな。やっぱり俺は断然矢野貴章。あ、いいね、前言ってましたもんね、うん、なんかすげえ嬉しかったっすね。矢野か、まあ今はあれだけど高徳かな。ああ、なるほど、なるほど。まあそういうふうにね、まあ知っていただいている選手がいるっていうのは大変ありがたいんですけども、確かそのアルビレックス、そのまあ J2 で最初チーム発足してから J2 で、はい、で2004年に上がってるじゃん。はいはい、そっからずーっと J1 だったんだよね。そうなんですよ、十何年も。で、うん、今なんか俺の、はい、もうこれは勉強不足ではあるけど、いえいえ、 J2 に落ちたのが3年4年前、はい、17年にまあ17位に終わってしまったので、18年からで、それって本当に久々の J2 落ちだったんだね。まあ久々というか上がってから一回も落ちてなかったんで、すごかったな。そこがまあちょっとショックではあったんですけど、まあガンバとかレッツとかのその歴史というか解体新書の動画やった時に、まあどういう経緯でチームが発足してとかやったと思うんですけど、アルビは母体ができてるのが1955年っていう、すごい古いんですよ、ね、これちょっと驚いた、はい、そんな昔からあるんだね。でまあその地元の新潟明君高校の OB の方々が中心となって新潟イレブンサッカークラブっていうのを作ったと。でまあワールドカップの招致、新潟県の立候補、新潟県が開催地立候補した時のまあ招致の一環でプロ化したというか、プロサッカークラブに動き出したという感じなんですよね、うん、で僕が覚えてるのがもうそのアルビレオ新潟っていう名前で95年から始まってるんですけど、でその頃、まあ、2年後かな、名前を変えるっつって、うん、まあ、ちょっと前の動画で言ったかもしれないですけど、アルビレオっていう名前はちょっと商標上使えないというふうになりまして、まあ、上手大阪上手じゃないんですけど、アルビレ、今のアルビレックス新潟っていう名前と、うん、シスネーテス新潟っていうのと、うん、オラッタ新潟っていうのの3個から県民投票があって、うん、今のアルビレックスになったと。でその2年後、うん、選択しようがないよね。まあなんかあえてシスネーテスちょっといいかなと当時思ってましたけど、今もアルビレックスしかないだろうって感じですけど。そうだよね。でなんか白鳥じゃないですか、アルビって、このエンブレムが、うんうんうん、
で、なんか、新潟の、新潟県の鳥って白鳥じゃないんですよ。何なの？トキなんですよ。へぇー。で、なんか、ちょっとなんで白鳥なんだろうって調べたら、うん。はい。知ってんすか？スワニーちゃんでしょ？スワニーちゃん。スワニー。スワニーって何すか？え、なんかアルビレックスの、はい。なんかスワン、ビッグスワン。あ、ビッグスワン、はい。あそこになんかスワンに、あれ、キャラクターか。キャラクター。マスコットっすか？マスコットがなんか、妖精さんでスワン。妖精さん？あ、そうなのか。その情報ちょっと知らん。ちょっと。なんでアルビサコも知らない情報を知ってんすか？あれ、みんな知ってんのかな、その情報。いや、なんか俺、なんだっけ、昼間見てたらなんかその。本当すか？そのの、アルビレック、ビッグスワンにスワニーっていうなんか妖精いるんだみたいな。ああ、そうなんだ。ちょっと勉強しておきます。で、なんか、その、なんだろう。一応、白鳥って新潟市の鳥に、うん、ちょっと前になったんですけど、うん、その、シベリアから新潟市に白鳥が冬を越えるために、すごい来るらしいんですよ。うん、で、なんだっけな。なんか、初めて日本で白鳥に餌付け成功したのが新潟県らしくて、うん、日本で一番白鳥が来るらしいんですね。で、あと多分そのアルビレオっていうのが白鳥座なのかな、うん、それ調べてなかったんですけど、うん、ああ、はいはいはい、はい、白鳥座なんですよ、アルビレオってっていうとこから、まあそういう名前になったみたいなんですけど、まあそれこそ前ちょっと話しましたけど、本当に93年 J 始まって、まあ僕は新潟に高校生卒業までいましたけど、新潟県にいましたけど、まあ羨ましかったんですよ本当に、うん、そのまあレッツにしてもガンバにしてもヴェルディにしてもマリノスにしても、でちょっとやっぱり距離的なあれがあるんで、でオリジナル10に近いチームがないから、やっぱりそのアルビレオ新潟っていうのが J に加盟する前にできてめちゃくちゃ嬉しくて、うんうん、で僕が住んでたのが新潟県って下越中越上越ってなってるんですね。で多分あのフィンスターもレジさんもいっぱいツアーしてると思うんで、新潟県ってやたら長えなって多分印象あると思うんですけど、僕は中越地方に住んでたんで、うん、まああんまり新潟市がある下越の方には行ってなかったんですけど、やっぱなんかそのアルビの試合を見に行くっていうのがなんかこう一つのなんかカルチャーみたいな感じになったんですよね。うんうんうん、でまあそうこうしてるうちに J2 にも加盟して、もう人もめちゃくちゃ入るようになって、でまあ99年から J2 の確かオリジナル10なんですよね。確か 10かな、分かんない。あ、オリジナル発足時のあれなんですよ。初期面なんだ。初期面なんですよ。へえ。でその J2 が始まる前の地域リーグの段階でもプロ化した初のチームらしいです。へー。あ、そうなんだ。そうなんです。だから J に加盟する前からプロ化してたっていうのは、アルビが最初らしいですね。へー。え、でさ、はい、J リーグに加入する前からプロ化してて、はい。その時は JFL とかに参加してた？ JFL ですね。JFL です。で、まあその、まあ99年から J2 に参加するんですけど、うん、まあ、永井義和監督、うん、往年の名選手だったんですけど、もうこの99年から、まあ、99年というと僕が何歳なんだろう、高2ですね、うんうんうん、ノストラダムスの大予言を信じて世界が終わると思ってたんですけど、まあそこから4年で J1 に上がってでですね、うんうん、まあ先ほどの話につながるんですけど、やっぱとにかく
なんていうのかな、多分これを見ておられるアルビサポの方は本当にアルビ詳しいと思うんで、僕が間違った情報とか言ったらごめんなさいでもアルビのこと好きな気持ちは変わらないと思うんで、そうですね、あの本当にいいクラブなんでよろしくお願いしますどの立場だそれ。そうなんですよ。で結構ですね、新潟ってその前も言ったんですけど、あのやっぱ高校サッカーとかが、俺が高校生だった時は弱くて、まあ、帝京とかも今みたいに強くないし、まあその新潟メイク、新潟工業とかが、まあ、選手権に出るけどベスト16行っても16とか32とかそういう感じだったんですけど、なんかやっぱ昔はその北陸とかってね、新潟よりも、うん、あの福井とか富山の方が強かったもんね。そうですね、まあ富山はそのなんだろうな、あの、まあ、や柳沢選手、富山第一か、うん、富山第一とかがやっぱり強かったし、まあ、そういうなんか J リーガーそのものをあんまり輩出してなかったような印象なんですよね、新潟県って、うん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 、でそんな中で一応その新潟県出身で初めての日本代表選手っていうのが、神田勝夫選手っていうのがいらっしゃいまして、ほう、ご存知ないですか？ご存知ないです。ご存知ないですか？初めて聞きましたね。一応セレッソとかマリノスとかにて、まあアルビに来たんですけど、まあそれが新潟県出身の、まあ J 始まってからの初の日本代表なのかな。っていうところから、一応そのさっき名前があった矢野貴章選手が、アルビ所属で初めてワールドカップに出た選手。ですね。もう多分その時、豪徳選手とかもドイツに行ってたんで、矢野貴章選手があの南アフリカに出たのが最初なのかな。というような感じなんですけど、意外と育成出身も、あ、この選手、アルビユースだったんだみたいな選手結構いまして、最近だと、まあ、新潟に所属してる選手はもちろんそうなんですけど、まあ、酒井豪徳選手が多分一番有名なんですけど、うん、俺もちょっと意外だなと思ったのが、小池雄太選手。小池ね。うん。小池雄太選手がアルビユースから、ユース経済大かな、うん、に行って、新トトロイで行って、みたいな流れ。うん、これ結構意外ですね。意外だったね、これ。はい。で、まあ、この僕が作ったリストで見ると、泉沢仁選手、今、甲府なんですけど。そう、泉沢は俺も驚いた。ガンバにいましたもんね。そう、うん。アルビだったんだね。アルビユースだったんですよ。ただ、アルビのトップチームには所属してないんですよ。あ、そうなんだ。はい。だから、なんか意外と育成も割といいのかな。まあ、本間志音みたいなのも出てきてますし、うんうんうん、意外とまあ、新潟県 全土を巻き込んで、まあ、地域に根ざしたクラブっていうのに慣れてるのかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、ちょっとあと歴代の選手を見ていこうと思うんですけど、ゴールキーパーを見ますと、これ、レイジさん知ってる人います？え、黒川とかめっちゃ知ってるし、森田も。あ、マジですか。北野選手もそうだし、大谷光輝なんて元浦和だし、まあそうですよね、うん、ほぼ知ってるよ。ああ、ほぼ知ってます、うん、小島もいいキーパーですよね。 あのね北野選手はね、はい、俺あの選手は確か俺この人代表に選ばれてもおかしくないなくらい。そうなんですよ、あのいい選手でしたね、本当に、うん、東口はもう、うん、説明不要だから、ね、そうですね、うん、だから北野選手すごかったんだよね、うん、いや結構キーパー印象に残ってて、うん、あのこのちょっとまあ吉原選手っていうのもあのもうこの中ではすごい古い枠の選手なんですけど、すごいなんか各年代というかのキーパーをすごいよく覚えてるんですよね。だからなんかなんだろう、いい選手キーパー毎年いたなっていう、うん、だから東口選手があのガンバに行っちゃった後も、まあ、森田選手、森田って今どこいるっけ？
今トスじゃないかな。トスだと思います多分、うん。そうなんですよ。大谷選手にもすごいお世話になりましたしね。大谷は本当ね、新潟行った時すごかったからね。うん。うん、なんだろう、やっぱ声もすごい出す選手ですし、うん、まとめる力があるというか。うん、だから今だからそういう逆にアルビから逆に個人昇格しちゃってコンサドーレ行っちゃってますからね。そうだね、うん、やっぱ評価されてるんだ。まあ、うん、ミシャが呼んだのかもしれないですし。多分そうだと思う。うん。なんで、なんかキーパーもいい選手いるし、まあ、ディフェンスとか見てもらうと、多分お二人に関係があるのは、ジョージョー選手とか。ジョージョーはもうそれこそ元裏で。レッツもね。そうですね。浜田もそうだよ。あ、鈴木大輔もですよね。浜田でしょ、うん、で、永田でしょ。まあ、そうですね。うん。うん、で西もですもんね。今だし。うん、結構レッズっすね。そうなんですよ。安田ミッチーさんいます。ミッチーはありがとうございます。はい、いや、っていうかね、まあ、いきなりちょっとあれだけど、はい、意外とアルビとレッズはね、割とこう交流が、そのアルビから選手、うんうん、まあ、これに関してはまた後でちょっと言うけど、はい、いや、でも、なんかそれって、俺、悪いことだと思ってないんですよね。うん、やっぱその、プレミアのウエストハムとか、まあそういうクラブがやっぱりいい選手を育てて売るみたいなやり方をなんかもう確立してるっていうか、なんかもうそういう立ち位置じゃないですか。まあそれを現地のサポの人がいいと思ってるかどうかは別にして、うん、まあ田中達也選手来てもらってすごい僕は嬉しいですし、田中達也選手僕とためなんで。でもやっぱりそのね、サポーターの心情とかはもちろんあるかもしれないけど、うん、これだけやっぱこう選手の移動が続くってことは、うん、フロント同士の関係性はいいからってことじゃん。と思いますよ。ね、遺恨が残ってたら多分そこから続かないはずだから、うん、少なからずやっぱフロント同士ではいい関係が築けてるんだろうなっていうのを。そうなんですよ。これ見ても思えるよね。うん、そうなんですよ。で、まあミッドフィルダー見てもらうと、まあアトランタ五輪代表だった秋葉忠弘選手とか。うんうん、まあ、岡山選手とかもすごい懐かしくないですか。岡山もいた時あるんだね。あるんですよ。秋葉。このイメージなかったわ。ガンバとレッツに関係ありそうな。松下選手。ね、松下選手ね、うん。松下選手、サイン持ってましたよ。もうすごい。うん。あ、でも意外といないっすね。あとね、鳴岡翔がね。ああ。俺、鳴岡翔選手が一番好きなんですよ、アルビで。いい選手だよね。もう、いい、最高です。いい選手だよね。鳴岡翔が実はね、うち岐阜の地元の岐阜工業、はいはいはい、高校サッカーで一番強いんですけど、そこの、今はもうちょっと違うんですけど、大野聖剛監督っていう監督がいて、その人の、なんか確かね、甥っ子かなんかなのよ。鳴岡選手、うん、っていうなんかね関係性があるらしくて、ちょっと岐阜にもゆかりがあるっていう。ああ、そうなんですね、うん、でちなみにこの酒井ミシェウって書いてるところの下に酒井っているじゃないですか。弟、うん、あ、これ弟ですね、うん、でさらにもう一人弟もいるんですけど、それ知らないですよね多分。いや、知ってます。知ってる知ってます。うん、今どこにいるんだっけ。どこいいんだろうな。なんかでも J1 だよね、確か。で、ね、成吉はトスですよ。成吉はトスにいます。がトスで、この間なんか兄弟対決とかってやってたもんね。はい、ああ、そうだ。うん、で、その下にゴーソンっていうのがいるんですよ。ほうほうほう。ゴーソンはちょっと今、2、3年前、福島ユナイテッドとかに確かいたんですけど、その後、ちょっと追い切れてないんですね。でもここ3兄弟はみんな育成？育成ですね、ユースですね。うん、で、あと、ここで見ると、今、川崎なんですけど、小塚っていう選手がいて、はい。まあ、大分とかで結構ブレイクしてたんですけど、アルビだと、いまいちちょっと力発揮できなかったんですよね、小塚選手は。まあ、その戦術とかもあると思うんですけど、小塚選手って帝京長岡高校で、
結構入った時から期待してたんですよね。なんか今みたいにその帝京の卒業生が何人も J に入るとかっていう時代じゃなかったんで、すごい期待してたんですけど、ちょっと花開かず、いつかでもアルミに戻ってきてほしいなと思ってますね。そうか。あとはやっぱ田中アトムじゃないですか。そうですね、田中アトム選手は本当に、うん、いや一番好きな選手でしたよ。いや本当にいい選手です、うん、今ヘルシンキだっけ。戻ったっすね、確か一回セレッソに戻ってきましたけど、そうセレッソ来てまたヘルシンキ戻ったっすね。確かあのね、ギャオってあの動画配信アプリがあって、うんうん、でギャオのアプリで一時期無料でそのヘルシンキのリーグ戦のダイジェストみたいのが、そう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 、ちょうど田中アトムが行ってる時、なんか体育館みたいなところでやってないですか。いや外でやってます。ヘルシンキのホームスタジアムは普通にちゃんとしたスタジアムだって。ああそうなんですね、うん、なるほど。でなんかこう見ていくと思うんですけど、うん、割とその高卒選手をうまく使ってるなっていう印象が個人的にはあって、まあ、今季はあれなんですけど、まあ、こうルーキーの使い方がうまいのかな、まあ、育てるっていう意味も込めて。だからまあ、まあ、鈴木大輔選手も星稜から直で取って、だいぶ活躍してもらって、まあ、田中斗選手も前橋行くですかね。というような感じで、原輝樹選手もアルビに行ったんですよね。ね、それで、ね、そうだね。そうなんですよ。うんうん、やっぱいい選手多いね。いい選手いるんですよね。あとまあフォワードを見てもらうと、意外と黒崎久志選手とかいたっていう。懐かしい。まあ監督やってたもんね。やってました。でやっぱこう見ていくと、うん、やっぱそのブラジル人選手のガチャの当たり具合が結構いいっていう。いやそうなんですよ。そうなんですよね。本当に。でやっぱその外人選手ピックアップしててもやっぱりもう南米特にブラジルないしは韓国みたいな、すごい分かりやすい取り方しますね。でもやっぱレオシルバー、あーレオシルバーね、やっぱ一番の日一番やっぱすごいなっていう、うん、もうあれは見てて違いましたね。レオは、まあ、なんかまあこんなね、まあ、本当に素晴らしい選手に所属してもらって本当に僕が幸せですね。鈴木武蔵は新潟だったんだ。そうなんですよ、うん、鈴木武蔵選手も高校卒で新潟にいたんですね。あでもこの指宿が新潟っていうのはすごいなんか覚えてるな。あそうなんですよね、うん、指宿選手もあれですもんね、スペインから戻ってきて、うん、柏に行くのかと思いきや新潟だったんで、うん、まあ結構そのバレンシアのセカンドチームかなんかで出たりしてたんですよね。だったんですごい期待して、でもすごいいい選手でしたっけよね、うん、今湘南かな、あ違うか、清水だね。あ清水ですよね。清水にいるんだ今。去年は確か湘南だったんですよ確か。あ本当だ、うん、湘南から清水、流山出身なの、隣じゃん。しかもまだ30なんですね。ね、そして、ね、若すぎる、うん、195もあるんだ、すげえな。そんなあるんだね。うわ戻ってきてほしい、うん、まあ、でもなんかやっぱ新潟は本当にそのレッツの試合見てて思ったけど、俺が一番印象に残ったのはやっぱ日本代表になった矢野貴章、うん、そうなんですよ。なんかその FKFC とかやる全然前の、まあ僕がイグニッシュとかやってる時、レイジさんがあのなんかフットサルしに行った時仙台に。仙台にね、2回ぐらい行ってる、はい、でなんかその時一緒にやって、うん、でなんか矢野貴章はマジで怖かった、なんか一番怖かったみたいな言ってくれてたのをすげえ覚えてて、そうなんかあの当時多分新潟3トップだったのかな、かもしれないです、もしかしたら一番右にいたのかな、でだからこっちから見たら左じゃん、うん、矢野だけでけえし速いし、矢野選手がボールを持った時だけすげえグワーってくるから、もうなんか怖い、危ない危ない、早く行って早く行ってみたいな
ゴール裏から見ててすごかったのよ本当に。結構やっぱ迫力ありますよね。そう、毎回アルビとやるときに矢野がボールを持つとやばいやばい早く潰しに行かないで早くみたいな感じのがすごいあって、うん、なんかあの選手は本当すごかったなって生で見てて。そうなんですよ、うん、矢野選手も一回ドイツ行っちゃったんですけど、うんうん、またアルビ戻ってきてくれて、うん、まあ今栃木なんですけど、うん、あ、まあ栃木で現役か。現役なんですよ。あ、でもまあ名古屋とかにも行って右サイドバックとかやったりしてましたけどね。行ったよね、そうだね。まあでもそういうのもまた選手としての視野を広げたりする青足的なのがあるのかもしれないんで、全然ありだとは思うんですけど、まあ今アルビはちょっと開幕時の勢いが落ちてきてるんで、これを機にお二人にもアルビを好きになってもらってJ2 は新潟を応援してもらいたいなと思います。いや、アルビはね結構ずっと前から普通に好きなクラブだよ。ありがとうございます。なんかサポーターの熱度が、はい、まあ、レッツと似てるところがあるから、はい、アルビってアルビもすごいじゃん、なんかサポーター。そうですね、ね、そう、だからなんかおすげえな新潟っていうのはいつも思ってた。ありがとうございます。泣きそうになります。うん、いやだそうだよねアルビ、うん、ただまあ、あ、でもアルビレックスに負けたって記憶はあんまりないんだよな。なんか確かにナビスコカップで 5-0 で1回勝ったことあったんですけど、 あの時しか記憶ないですね。うん、そうだね。あの時も確かイブスキが結構爆発してたような気がします。まあ俺としてはね J1 定着してほしいけどね、アルビレックス。うん、いや、もう定着したいです。はい、うん、もう年度の成績を見るとまあ一桁の順位の時もあったけど、割とギリギリ頑張ってなんとか J1 そうですね残留してた、うん、もっとなんかもっといい順位にいた気もするんだけどね、うんうん、意外とアルビってこうやって見るとやっぱ基本長期政権じゃないですか。そうだね、うん、だなんかそういうところもなんかこう県民性が出ててなんか面白いなと思って、うん、なんかやっぱその新潟県の人ってこう我慢強いみたいな言われたりするんですけど、まあなんだろう、それがいいのか悪いのかを置いといて、やっぱなんか忍耐強く応援するっていうか、そういう面はあるのかなと思いますね。だからなんかこの16年から急になんか監督が迷走しだすっていうところが、ロケスが監督になってるのやばいね。ちょっとそこ見て俺ちょっと親近感湧いちゃったっすもん。まあ救世主として来てもらったんですけど、まあ全然ダメでしたね。いや、まああの状態で立て直せる監督ってのはそうそういないと思うんで、うんうん、片渕監督も大変な時にバックされてるの、はい、そうだ、これがいわゆるその大月さんと松並さんみたいな感じですよね。渡淵さんにも相当助けられて、でこの18年に鈴木監督がやってるんですよ、今のジュビロの監督が、うん、まあ、2000年代前後のジュビロの黄金期監督、 N ボックス作った監督、あ、そうっす、 N ボックス、うん、N ボックス、まあその時もやっぱりうまくいかなくて、で、うん、やっぱりでも、なんだろうな、監督がこんな風に変わってるようじゃダメだなとは思うんで、まあ今のアルベルト監督が長期政権になったらいいなと思いますけど。やっぱ怖いな、J2 落ちて1年目、いきなり16位とかになってんだもんな。そうなんですよ。いやいやいや、でもお二人のクラブの規模が全然違いますから。やっぱ J2 怖いわ。怖いし、魔境ですよ。って言いながらレイジさん、今のレイジさんには余裕が感じられますよ。ここ最近10試合ぐらい負けてない。まあ、それ本当に言わなきゃいけないのは俺の話ですからね。そうですね。そうですよ。それも含めてね。それも含めて。それも含めてね。もうだから、もしそんなになってガンバがそんなになったら、それはショックだから。確かに。う
いやだってね、これで新潟上がってきてうち落ちちゃったりなんかしたら、また一緒に戦えねえじゃんみたいなね。大丈夫っすよ。いやでも来シーズンはね、こう3チームとも J1 で対戦できると FKFC も盛り上がるよね、はい、盛り上がります、うん、やりましょう、やりましょう、ぜひ、はい、来年だったらもっとスタジアム行き来できるようになったらね、3チーム、はい、行きましょう、行きましょうね、絶対行きましょう、やりたいですね、それね、絶対行きましょう、うん、以上です、僕は、うん、なんでアルビサポの皆さんFKFC を温かく見守ってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アルビレックスは好きなチームですよ、僕も。はい。ありがとうございます。応援していきます、僕たちも。はい、ありがとうございます。はい、ということで、以上、クラブ解説、解体新社アルビレックス新潟編でした。はい。